日本ではどちらのご出身なんですか？私は東京の東村山市出身です。お、そうなんですね。まあ、東村山出身だっていうと、東村山音頭の志村けんのって、まあ、必ず、私小さい頃から言われてきたので、すごく親しみありましたし、私実は高校生の時に、文化祭で、コント班とか、コントをやったりするのが好きだったんですよ。あんまりその志村さんの影響っていうのはちょっとどこまであるのか、わかんないですけど、そういう副島さんの、その若かりし頃と、その難民支援にすごくこう関心を持っていくっていうのは、どういう経緯でなってたんですか？まあ、最初はその難民の人を助けたいとか、誰かを助けたいとか、そういう気持ちはあまりなかったんですよね。私もともとジャーナリストになりたかった。世界には自分の知らないことたくさんあるんだろうな。みんながいいとか悪いって言ってる時に、本当にそれはいいの？本当にそれは悪いの？っていう、まあそういう目を持ってるというイメージがまあ非常にあったので、ジャーナリストになりたいなと思っていた頃が、まあ高校生の頃とか。大学で国際政治とかを勉強してたんですね。で、国際政治ってやっぱりアメリカとか、まあ、中国、日本、フランスとか、こう、国がどう世界を作ってきたかというか、まあ、その歴史がどうなってきたかということを学ぶ学問なんですけど、でもちょっと待って、その国際政治って捉えられない、見れない部分ってあるんじゃない？っていうふうにすごく強く思ったので、じゃあ国と国とがいろいろ争ってるときに一番大変な思いをする、そこからあぶれてしまうような事柄とか人たちってどういう人たちなんだと思ったときに、やっぱり、それってまさに難民の人たちの状況じゃない？という、まあ、そういうような感じがあって、実は UNHCR 協会さんというか、まあ、UNHCR の東京事務所で大学院生の頃にインターンを1年間弱させていただいたことがあって、で、まあそういう中でいろいろこう実務に携わっている人たちの姿を見て、まあ徐々にこう関心が、やっぱりその中に入って、まあ何かするっていうことは、まあすごく非常に大事なことなんじゃないのかなというような思いに、なっていたって、まあそういう感じですかね。実際にそれで現実にその職員になられてどうでしたか？世界の事態を思ったより、自分が思ってたよりひどい。っていうことですかね。世界と一口に言っても、やっぱり一人の人間に見えることには限りがある。世界中の難民を助けてるわけじゃなくて、私がいるオペレーションの私の目の前にいる難民の人たちを、の状況を何とかしなきゃいけない。で、何とか、まあ、しようとしていると。まあ、そういうことなんだなっていうことに、非常に気づきましたね。